はいどうも、南極わーちゃん弾ける気がしないミソです。はい、本日はですね、ジオジにガチャ更新がございまして、こちらの応援団大津高校攻略ガチャが来たということでですね、まあこちらを軽く引いて運試ししつつ、引くべきか解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でガチャの詳細なんですけども、はい、まあね、何回目とかは特になく、1回1回の勝負になるガチャとなっております。はい、それ以上確率アップしてて、バナーないキャラから PSR1 枚確定という中で、ダイアップ出現率ダイアップキャラが南極レスワーちゃんとザ・ダイナミック7位アレフト、出現率ショーアップが社長とワードクラス友沢と野球マン雅という感じですね。はい、で出現割合なんですけども、サルの PSR の確率2倍になっていて、で出現率ダイアップキャラが 23.26%、 出現率ショーアップキャラが 23.17%、 それ以外が 53.57% ということでですね、これダイアップとショーアップ全然あれなんだよね、パーセンテージ的には差がないので、うん、まあ最初のね1枚が PSR 確定という中で、まあこれはもう出る確率均等と言っても過言ではないんじゃないかな。はい、 0.09% しか変わんないですからね。はい、ちょっとまあピンポイントで狙うには適してないかなと思っております。はい、もうちょっとダイアップとショーアップの差つけてほしかったね。まあダイが 30% ショーが 15% とかね、うーん、そこをちょっと緩急つけてくれないとさ、全然ダイとショーじゃないじゃん、もうこれもう、うん、両方中って感じじゃん。はい、っていうところなんですが、まあサクッとですね、このガチャ解説していきますと、今テンプレ級、この5キャラのうちテンプレ級に強いのがこの南極レスワーちゃんと、野球マンのミヤビですね。はい、この2人はもう今めちゃくちゃ使いやすい、後イベの肩メンタルと後イベの守備メンタルということで、まあ、この2人いれば、まあ、後イベ2枠埋まると言っても過言ではないですね。はい、で準テンプレ枠として、まあ、アレフトと、友沢という感じですね。はい、アレフトは前イベの打撃筋力でアーティストまで取れますので、うん、今、アーティスト取れるね、キャラの中では一つ頭抜けてるかなというふうに思っております。得意練習率アップも高くて、練習効果アップも覚醒でつくので、非常に、うん、優秀ですね。まあ、ただちょっと、前イベのキャラの中では初期評価が低いっていうのが弱点でございます。でワールド友沢なんですけども、決して弱くないです。はい、肩打撃で練習効果 30%、 そして得意練習アップ 30%、持っておりますので、うん、固有でも確か、得意練習アップが、つくのでね。はい、得意練習アップはめちゃくちゃ高いですね。はい、なんですけども、肩打撃ということで、打撃タックの方でタックが来てしまうと、まあ、大津練習にはならないということでですね。まあ、そこがちょっとね、噛み合わない部分があるので、まあ、準テンプレ止まりっていう感じですね。はい。で、社長なんですけども、まあね、マイベ、打撃筋力というところで、まあ、大津の適性自体は高いです。はい、練習効果 30% あってね。うん、なんですけども、母体持ってない人からするとね、これ、もう、826テーブルなので、解放しないと使いやすい。使いづらいテーブルなんですよね。はい、なのでまあそれもあってね、解放前提っていうのがちょっときついかなというところですね。うん、あと前部はもうちょっともう、使えるキャラは目白押しなんで、うん、ちょっと入る余地がないかなというところですね。はい、なので大当たりは南極わーちゃん、そして野球マンみやび、中当たりが、アレフトと友沢、そしてまあ残念ながら外れ枠が社長という感じですかね。はい、でまあどんな人が回すべきかと言いますと、この5キャラのうち、まあ狙いのキャラが2体いる方だったら、まあ回してもいいかな。まあ、理想は3体ですけどね。うん、まあ、特にわーちゃんと
野球マン難民の方は、まあ、狙ってみてもいいかもしれないですね。はい。アレフトと友澤は、まあ、準テンプレということでですね、うん、まあ、この2人にはちょっと及ばないというところで、この2人は無理して引きに行かなくていいかなという感じでございます。で、まあ、社長は、まあ、うん、まあ言うことないですね。はい、ということで、まあもう一番の当たりと言っていいのはもう南極ワーちゃんですよね。これ選択ガチャ券だったら神ガチャだったんだけどね。うん、そこがちょっと、まあギャンブルになりますね。はい、まあ、ただワーちゃんの注意点といたしましては、レベル50で技術ボーナスが12入るね、鬼畜なテーブルしておりますので、うん、まあそこはちょっと解放は、覚悟してくださいっていう感じですね。うん、まあ、通常バージョン、アイドルバージョンがいるので、まあ、解放のね、素材余ってるという方は、狙いに行ってもいいかもしれません。はい。なので、うん、ピンポイント狙うのは非常に危険なんですけども、私は、ワーちゃん以外50の中、どうしよっかな、めちゃくちゃ悩んでるんですけど、まあ、20連くらいしてみます。母体引ければね、50できる可能性はあるんですよ。はい、という状況なんですよね。なのでめちゃくちゃ今でも迷ってるんですけども、まあ運試しすると言ったので、とりあえず20連だけしてみようかな。はい、まあこのちょっと出現割合がちょっと信用できないんですよね。はい、なので私がちょっと人柱になっていきたいと思います。はい、まあもうフレンド枠で固定するよという方は、まあ、無理して引かなくていいと思います。はい、まあおそらく826にも入ってくると思いますからね。はい、というところで、うわー、ちょっと本当は引きたくないんだけど、まあ行くか。怖え、マジで5分の4で50だからね、危険すぎるんですけど。うわ、引くべきじゃん。うわ、絶対引くべきじゃん。 20% か。まあまあまあ、行きますか。よし、頼む。本当の1点狙い、本当の1点狙いでございます。安定したら勝ちですね。行きます。はい、ドン。まあ、確定外で虹玉が出るとワンチャンスありますね。そこもまたなんで、ちょっと複数枚お願いします。1枚こいっ。ー、そっちじゃない。2分の1外した、2分の1外した。ダイアップはしっかり出ましたね。まあキリがいいんで、じゃあ10もう1回でいけるか。の前にちょっと PSR ミキサーしようかな。あー、持ってねえなー。もういらないんだよね、正直。山口は取っておきたいんだよな。取っておきたいけど、他がちょっといないな、玉が。誰かいたはずなんだけどな。どうしようかな。あー、鏡とか入れてもいいか。まあ、出るわけないけど、まあ、大津高校のキャラも一応狙いつつ、行ってみましょう。奇跡起きねえかな。おお、進むね。まあ、起きるはずもなく。じゃあ、ちょっとあと1回だけ回したいと思います。いや、出る気しねえ、マジで。いきます。さあ、虹が出ました。もう虹が出たら暗転確定、確定とかにしてほしいよね。頼む、ばあちゃん。物欲センサー、もうひどいひどいわ、マジで。出ないね、うん、やっぱ狙いのキャラは出ません。はい、社長とかもう本当に久々に見たわ、久々に見たけど、まあちょっときついね。はい、ということで、
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録したいという方はぜひよろしくお願いします。では失礼します。 See you。